どんな状況でもそれをそのまま受け入れる心がアドベンチャーに必要だね。新鹿沼駅を背にして東へと向かって黒川に行きます。黒川に着きました。これの左岸を下っていきます。おー、素晴らしい。アスファルトだし最快適だね。いやー、気持ちがいいよ。なんのって最高。ああ、日向は暑いけど木陰は涼しいぜ、ベイビー。げ、あっち。日向は暑い。いやー、のどかだな。見て、この田園。のどかだな、とってものどか、いいね。ああ、ヒノキの匂いがするよ、プンプンと。うわー、砂利道じゃ。あ、今回ちょっと迂回しよっかな。木が生い茂ってるところが黒川ですが、土手を走らずその脇にあるアスファルトの道を走っております。何が何でも土手ではなきゃダメっていうのから卒業しました。少し大人になれたんです。あー、でもやっぱり砂利道になりました。しょうがないんだよね、旅なんだから。少しは大人になったんですが、結局あまりいつもと変わらない雰囲気です。でも大好きです、こういうところ。与えられた条件を喜んで走ります。人生も同じです。いつでも与えられた困難を喜んで受け入れることに幸せがあるんです。負けず嫌いなんです、そこが。なんとなくここ来たことあるな、やっぱしな。見たことある。あはははだんだんすごくなってきたよ。いやいやいや、はあ、マジかよ。あ、こっちアスファルトだ。こっち行こう。広いアスファルトの道に出たけど、車が走ってなくて景色いいよ、最高。黒川からちょっと外れてきました。まあそのうちに戻れるでしょう。ああ、広々としていいじゃないの、ここだって。黒川に行けそうな道を発見したんで、
来たんですが、何やら橋の工事をしていますね。これを左に曲がれないのかな。曲がれる。曲がれたけどすごいよ、やっぱしこりゃ。いやこける、うわこけそう。うーん、お主は声の卒業式じゃなかったのか。うわあ、だけど生きてる実感を味わっております。怖いよ。うわ、だんだんすごくなりそうな雰囲気。果たして運命やいかに。うわー、だまだ走り出して1時間も経ってないけど、ヘビーだぜ、とっても。うわー、道があるのかよ。やったよ、早速。道がどこにもない。ちょっと待ってよ、こっちに歩けるかな。走れなくても歩けます。カラスに笑われても歩きます。なんかヘビが出てきそうだな。歩いていくのも困難になったりして。でも民家がそこにあるんだ。なんとか突破すりゃ道があるんだろう。なんか穴に落っこちそうだな。うわー、いててててて、なんじゃこりゃ。サイクリングしてんだぜ本当は。よいしょ。アスファルトに出た。結論から言って、黒川の土手の脇をアスファルトで軽快に走っております。正解です。黒川です。この広々とした砂利道はなんとなくダンプの往来があるような道です。一体ここは何なんでしょうか。なんかこんなとこ来たことあるような気がするな、前にも。なんとなくあるな、ここセメント工場。お、ラッキー、アスファルトになった。ちゃんと黒川に沿って走ってるよ。東北自動車道の下をくぐります。これこっち行こうかな。うわー、やっぱしあ、チェーンが外れてしもうたや。ああ、全く上り坂でこれだよ。結局いつもの通りです。万年青年ということにしましょうか。やめられないんだこういうのが。うわー、
どっかでおにぎり食べたいな。こけるよこける。怖いよー。わー、あー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 、おい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 、あー、なんじゃこりゃー。あ、こっちから行ける。あー、落っこちる落っこちる。まだあっちあるけど断念してこっち行きます。ちょっと大人になったな、偉いよな。あ、俺元に戻ってるんじゃん。せっかくここまで来たのに。でも勇気ある撤退ということもあります。こんなことで走行不能で大怪我をして白骨死体になるまで発見されないということが終わりです。卒業したはずだったのに。あ、でも正解、なんとなく同じ砂利道でも怪我したら発見してくれるところに出たみたい。ああ。関係者以外立ち入り禁止って書いてある。何ここ。行き止まりでした。 U ターンです。ちょっと戻ります。ああ、ちょっと悔しいけど、まあ、こういうこともあるよ。まるきり反対向かって走ってます。どうなるんでしょうか。乞うご期待。お、これはとってもいい感じじゃない。わお、アスファルトだぜ、やったね。おお、楽ちん楽ちん。急がば回れっていうことですな。やっぱりちょっと大人になれたと思うよ。うん、黒川の土手の上に出られました。なんとなくここ前来たことがあるような。多分あの橋をばあさんと二人で渡ったことがあったような気がする。うー、何だったっけかな。あ、やっぱりそうかな。あ、そうだ、ここ来たよ、木の橋。なん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 。なんだっけな、いつだったっけかな、ここ来たな。確かに来た覚えがある。確かに似ているけど、それは2015年に行ったオッペ川での思い出でした。やだ、俺死にたくない、こんなとこで。あー、怖いだろ、ほら。あ、大丈夫そうだよ。あー、ほら死んでるよ、ほら。あ、気持ちいい。あー、ギシギシ音がしてるだろ。うんこみたいの出したよ。
途中で黒川を見失っていましたが、根性で戻りました。土手の上でほら黒川が見えます。わお、すげえ綺麗なところに出ました。ビューティフル。サイクリングこれだもんやめられないよな。なんていい景色でしょうか。うわ、せっかくだからこの橋を渡ってみようかな。わお、あら、だけどこっち岸は線路を越せない。線路を越せないということは反対だな、こりゃ。こっち岸だったら線路をくぐれるということで、出戻りでした。イエーイ、いいねいいね、とってもいいね、最高。おっと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 、そういつまでもアスファルトの道が続くわけがねえよな。アスファルトの上を快適に走っていたら突然通行止めです。はあ、イエーイ、最後のサイクリングだぜ。アスファルトだし、おお、こんなに狭くてもアスファルトだい、ご機嫌じゃん。ほら、わお、いいね、黒川でござる。喜んだのもつかの間、砂利道かもしかして。あ、違う、ちょっと危ないけど、なんとかアスファルト。おお、すごいじゃんこの道。これ初めてだな。あっちからかっ飛んできたらぶつかるよこれ。おお、いいね、黒川も最高です。景色グーよ、とっても。なんだか不思議な線路が見えてきたな。これは一体なんじゃ、というか線路を渡れるのか、これ心配になってきたな。何の音？あ、これこっちから行きゃくぐれんのかな。おお、なるほど、
ゆうゆう、いいね。なるほどなるほど、こういう風にできていたんだ。U ターンしております。 U ターンしてまた線路の方に向かっちゃってます。つづら折れということか、これは。そうでした、よかった。ああ、こういう意味だったのね。ここら辺よくわかりません。いつの間にやら重い川になってました。はい、失礼します。ロースカツ定食。ロースカツ、2つあるけれど、どちら、どっちだ。写真で、こっちは150、こっちは 100g で用意なんですけど。あ、じゃあ 100g の方で100で、はい。じゃあご飯、白物どうしますか、組み合わせ。そういろいろなんだ、あの、味噌汁、はい、と白いご飯、白の味噌、はい。じゃあロースカツを白味噌汁でご用意します。はい。ああ、うまかった、腹いっぱいになった。さあ行くぞ。お腹が重い。ははパンクだよ。なんかこないだもパンクしたし、最近パンクついてるんだよね。あははは、ピーカンで熱くなってきた。熱中症の心配が出てきた。アジ、アジをどっかで休まないとやばい。渡良瀬遊水地のそばまでやってきました。南風が追い風になってます。ちっとくたびれてきました。この近所の駅は藤岡かな、それとも北川辺かな。もう最寄りの駅から臨港で帰るとします。疲れた。藤岡に着いたよ。着きました、藤岡駅。うめえ。